湖を歩いたところですけれども、イエス様が真夜中の3時ごろ、船をこぎ出して行ってたら、風が吹いてきて前にも行かなくなった時にちょうどやってこられて、まあ、最初は幽霊だと思ったら実はイエス様だったと。イエス様だと分かった瞬間、ペトロは主よ、もしあなたでしたらって、これ何度も言いますけども、これはもしあなたでしたらってのは疑問を持ってるんじゃなくて、あなただったんですねっていうニュアンスですね。私に水に悪いとこまで来いとお命じになってくださいって言ったわけですね。で、面白いのは言葉をくださいって単に言ってなくて、命じてくださいって言ってるんですね。イエス様が私に命令してくだされば、主が命令してくだされば、そしたらその通りにできるって言ってるんですね。で、イエス様の権威を知ってるということが分かります。自分が中心になって言葉をください、そしたら私はそれに応えますからってじゃなくて、イエス様が命じてくださいってことは主が主権なんですよね。あなたが命じられるなら、私はその言葉によって私は従うというか、従わざるを得ないというか、命令してくだされば、その言葉が私を導いてくれますということなのですね。で、人生の飯とか人生の重要な選択の時に、神様から言葉をいただくんですが、その言葉をいただく時に、命令をいただけるかどうかって大きいんですね。ついてきなさいっていう命令なのか、ついてくるといいんじゃないのかなとかね ついてきますかっていう質問の場合もあるでしょうけど、ついてきなさいっていう命令の時には、主が命令されたら、その言葉には力があるんです。イエス様が起きて歩きなさいって言われたら、起きて歩いちゃうでしょ。聖書を読んでると、見えるようになれって言ったら見えちゃうでしょ。命令だとその言葉に力があるから、その言葉通りになるわけですね。わかります？で、ペテロは命令してくださいって言ったんです。命じてくださいって。あなたが命じてくださったら、その言葉の権威のようにそうなるから、命じてくださいって言ったんですね。で、私も含めてイエス・キリストの権威っていうことをね、お互いに知っておく必要があるんですね。で、イエス様は天においても地において一切の権威を持っているとおっしゃいましたけれども、この方が語られたらそうなるわけなんです。ここで、命じてくださいって言ったんですよね。命令してくださいってね。だからイエス様は来なさいって言ったんですね。来なさいってね、命令したんですね。そしたらペテロはその言葉に応答してこう踏み出すわけですね。で、命令されても、なんていうかな、応答しなければいけないんですけども、神が命令した場合には、その従っていく力がその言葉に入ってるんですよ。うまく、なんて言ったらいいのかな、その言葉は私たちをもう引っ張り出すっていうんでしょうかね。そういう力があるんですね。これは神の言葉の力強さっていうか、恵みであります。だからですね、これからね、年は僕は結婚されていかれるわけでありますけれども、結婚したらどんなふうにメッセージ変わるか楽しみですよね。しばらく結婚してしばらく経ったらね、何歳彼氏の世界なんかでやってもらいましょうかね。塩電子用語みたいですけどね。で、何かというと、夫婦で愛するってことよく言われるんですけども、もちろん私たちを愛するように努力するっていうとね、若い人は誤解してきるかもしれませんけど、愛するには知恵がいりますし、愛するにはやっぱり努力がいると思うんですね。だけど神様から命令を受けたら、そうできる力があるんです。だから神様に向かって、どうか妻を愛しなさいって命令されてるじゃないですか。それを語ってくださいってね、もう語られてるんですよ。語られてるんですけど、特に自分に対してね、あるいは宣教でも命令、もう宣教命令は全てに与えられてるんだけど、特に個人的にその言葉を語ってくださいって、電子から出ていきなさいって言葉を受けたら、それもそうなっちゃうんですよね。わかりますかね。それは神の言葉の権威なんです。この言葉を受けるっていう時に、ただ言葉を出されて受けるのと命令されるのとでは随分違うんですね。で、ここでははっきり命じてくださいなんです。で、やはりですね、主から言葉をね、受けてほしいんですけど、ただ受けるんじゃなくて、命令してもらったらね、人じゃないですよ、これ間違いなさい。仮に人から語られても、それがその人を通して神が語ってるなら、それでいいんですね。でも、
神じゃなくて人が先に出てきた場合は気をつけましょう、ね、聖書の中に人の奴隷になるとは一箇所も出ていませんので、イエス様を信じるものは人から自由になります。これはね、大事なところですね。で、まあ、それで言われたの、来なさいって命令を受けた。そしたらペテロはすぐ船から出たわけですね。で、朝も話しましたけど、船から出るってことは命をかけるってことです、ね。まあ、これは解釈は野見山コーチですけども船、いや本当に言われたんですよね。私はこれは船から出るっていうのは、船の中にいたら命があって大丈夫なんだ、船から出ると死が死なんだって言ってね、だからこれはすごいと思うって言ったんですけどね、なぜそれをペテロができたのかって言ったらね、ペテロがすごい砕かれた心を持って従えたのかっていうよりも、言葉に力があったんだと思うんですね。ペンテコステ前ですもんね。言葉に力があったんですね。その言葉をもらったからすぐに脅していったんですね。ただね、せっかく言葉をもらって出て行ったんですけども、ペテロがその言葉に対し続けないでパッと上手な瞬間ですね、賢くなったんですね。あって風を見て涙した瞬間ね、うわ涙と思った瞬間ね、アイアムヒューマンビングと思ったんでしょうねその途端溺れたんですね。で、イエス様を信じていくときに重要なことは、朝も言いましたけど、私はね、人に対しては素直で、素直で、そして、単純である、純粋であるっていうのはね、必ずしも聖書は言ってると思いません。人間に関しては見分けないといけません。知恵が必要です。例もですけどね。でも本当に神様に対しては幼子で素直なようで賢くなってはいけないんです。賢くなるって言うけどね、アダムは知恵と知識の木の実を食べて、あら恥ずかしいと思ってこうね、大体罪を犯したわけでしょ。賢くなるとね、神より賢くなれっこないんですけども、失敗するんですね。神様に対してですよ。神様に対して、人ではないよね。神様に対してね。で、私は、本当にもっと単純に主に対しては、こう幼子のように、本当に単純に、御言葉とか神様に対しては、していく必要があるんですよね。ただ、これ逆する人はですね、神に対してはへりくつ強い、人には素直になってしまうんですよ。純粋ってよく言われますけどね、私人に対して純粋なのは本人も周りも傷つきます。神様に対してはもう本当に純粋にっていうか素直に単純にいきますと、本人もそして周りも祝福されます。これをね、ぜひね、覚えておいてほしいと思うんですね。で、ペテロは神様の言葉を受けたので、その言葉に力があったので水に歩いて、面白いな、イエスの方に行った。来なさいって言われたから当然そうなんですけどね、イエスの方に行ったんですよね。で、私たちの人生はイエス様の方に向かって、まあ、イエス様は一緒にいるからね、いつだってイエス様は一緒なんですけども、そのイエスのおっしゃるところ、イエスのいるところに向かっていくと祝福されるんですよね。これをね、ぜひね、覚えておいてほしいと思います。で、まあ失敗して主を助けてくださいって言ったらすぐに手を伸ばしてくれました。で、すごく朝はさらっと話しましたけど、沈みかけたので助け出し、主を助けてくださいって言ってるんですけども、すごいペテロって素直ですよね。ね、朝も言いましたけど、幽霊だって言ってびっくりしてね、それで次の瞬間イエス様と分かったら、じゃあ水に歩かせてくださいって言ってね、それでこの大胆に水を歩いてね、はっと我に返って溺れてね、助けてって言って助けてもらってね、これすごい面白いと思うんですよね。でこれ動画にしてちょっと面白く、超真面目な動画とね、ちょっと面白い動画と両方作ってほしいなと思うんですけどね。で、すごい素直だと思うとね、助けてって言ったんで、あんまり簡単に人にね、助けを求めるじゃない。すぐに境内困ってるから祈ってください、すぐに問題あるから困ってるから祈ってくださいって人がいるんですけど、それは祈ってくださいじゃなくて求めてるんですよね。それはどうかと思います。でも神に対してはもう素直に単純にすぐに求めるんです。神様助けてくださいって、もうあなたしかいないんですって。で、それをしてますかね、主に対して。
死に対して変に遠慮してたり、結構、まあ、いつもより神様、真面目なクリスチャンが申し訳ないって思うんですね。申し訳ないって、人に対しては申し訳ないと思う気持ちは必要だと思うんですけど、神様に対してはね、申し訳ないって思うよりもね、もっと素直に大胆に甘えてくださって、すがってください。神様に甘えましょう。甘えん坊になる方はなりません。神様甘えると惜しみなく注がれますから、その惜しみなく注がれますと、先週話したでしょ、今度はこの人のために何かしたいって、この人のために何かしたいって思うに決まってるんです。これはあれはね、神様に対してはペテロみたいに ねブクブクって沈んでほんじゃって、助けてくださいって叫んですぐ来たじゃないですか。そこでイエスはすぐに手を伸ばしてってね、まあ、イエスはペテロはイエス様の近く来て、進み始めて助けてって瞬間後でイエス様の方が近づいてくださったんですね。まあ、イエス様の方も歩いてきてたんでしょうけどね、こうなんかかっこいいですね。こうイエス様はね、来なさいって言ってこうピッとこう歩いてくるとね、なんかドラマか映画にないそうですね。ペテロパッとこう言ってね、でこうね、目と目が見つめ合ってる時がいいんですけど、ハッとペテロが我に返ってね、あ、私は人間だとか見たら、ブクブクブクって言ったら、助けてーとか言ったらね、イエス様はちょっと早歩きかなんかになってね、パッと手を伸ばすんですよね。マジックハンドかなんかでキューッと伸びたりしてね、今だったらね、何が言いたかったら、それぐらいすぐに助けてきてくれるってこと。で、助けた。で、私は1回目に歩いた時は信仰ですごいと思ったんですけど、1回目に歩いた時だったらね、ペテロはね、主の言葉によって歩けたのにね、きっとその後ね、で他の弟子にね、俺歩けたとか言ってね、お前ら歩いてないだろうとか ね俺歩いてんだってね、すごいだろうとかね、何かあるということにね、ヨハネちょっと喧嘩したらね、俺は道を歩いてもんとかね、言いそうじゃないですか。いや本当にいや思わないかね、お前で これで21世紀になってもね、きっとペテロの信仰は素晴らしいって言って ねそれこそカトリック教会だけど聖ペテロ様になっちゃうわけですよね。とは沈んじゃないですか。もうなんと人間的なんでしょう。よかったね、でもペテロ失敗して誇れないですよ。ただただ神の言葉によって歩き、ただただ神の憐れみたいによって歩いたんです。ペテロがね、俺ピザ入ってね、沈んでくせにって言われて入っておしまいですよねでもペテロ言った人に、俺は2回も歩いたんだって、2回目はペテロ、イエス様の手、お前イエス様の手つないでもらって歩いたんだと、イエス様すごいだろうって、イエス様のことしか誇れないじゃん。イエス様のことは誇っていいんですよ。もっと誇るべきですよ。イエス様のことはもっと人々に自慢すべきですよ。神様のことも、うちの父ちゃん偉いんだとって、天のお父さんはね、もうすごいんだと、知ってるかとか言ってね、ね、私の本当のお子さんすごいのよってね、男の人もでこれペテロはね、沈んでよかったんですよ。不信仰ですよ、はっきり。なぜ疑うのかって言われたから、信仰薄くて疑ったん、事実。でもそれがペテロの本質なの。で、秋元氏もいつも言うでしょ、私たちの本質は疑ってしまうものだし、神の恵みがなかったら信仰なんてないんです。でも神の恵みが来るときに信仰も信じる心も与えられる、これ恵みですよね。本当に素晴らしい。で、失敗した。でもその結果、すぐに助けてくださるイエス様、もう一度手をしっかり握って一緒に歩いてくださるイエス様をペテロは知った。そして彼の誇りは自分ではなく、自分の信仰でもなく、イエス・キリストが彼の誇りになった。よかったですね。失敗を恐れないでいましょう。私は失敗するかもしれません。でも神の言葉に大胆に踏み出していきましょう。失敗したらそのことさえも単なる益じゃない、祝福に変わります。そしてよりイエス様を愛することと、よりイエス様を素晴らしいって人々に伝えるものに主は変えてくれますね。そのことをね、覚えておいてほしいというふうに思います。いよいよ水を歩いて久留米に行かれます右手には、いや、じゃあ左手には綾さん、右手にイエス様ですね。ね、これから楽しみですね。これからちょうどいい時ですね。リバイバルが始まってきたこの時に行くってのは祝福ですね。どうぞね、祈ってほしいと思います。船に入った後、イエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言ったと。
イエスを拝んでって書いてあるんですね。イエスを拝んで。で、私たちはこれを願いたい。教会に来てたくさんの奇跡や愛や恵みを受けて、イエス・キリストを人々が礼拝するものになってほしいんです。偶像でもなく、誰かという人でもなく。人は大事にしましょう、ね、お互いに愛し合い使い合う必要があります。しかし礼拝されるべき人はイエス・キリスト以外いません。崇められる方はイエス・キリスト以外にありません。教会で人の名前ばっかり言われなくなりますように、イエス・キリストの皆が崇められますように。これがね、教会の生命線です、ね、それをね、ぜひね、覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。様、ペテロは言葉をいただいて、その言葉の力によって水を歩きましたが、ふと波を見て、風を見て、そして沈んでしまいますが、もう一度神様に助けていただいて、そして今度はイエス様の手をしっかり握りながら、主の愛に支えられて再び水を歩いて船に戻りました。イエス様、溺れてなかったらペテロはすごいってことになったと思いますが、溺れたことを通してペテロ自身は私と同じ弱さを持った疑ってしまいやすい人間ですが、しかしイエス様の言葉と、そしてイエス様の愛と憐れみは本当に素晴らしいことを、ペテロも周りの弟子たちも私たちも知ることができました。その私たちも大胆に神様に言葉を命令していて、その言葉の力によって歩き、さらに失敗したとしても神の愛と憐れみによってもう一度歩き、神様だけが褒められる、イエス・キリストの皆だけが賛美されるようになるように、とても導いていってください。お祈りを